発見ツイッター探偵団,探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたしますえツイートしたご本人に支線交渉しちゃう対当たり企画でもありますさあ、えー、11月8日火曜日、えー、22時となりました、えー、視聴者の皆さん本日もどうぞよろしくお願いいたしますはい えー、11月8日ということで、きょうはあの安倍元総理の、ねえー、月命日ということになります。もう早いものでね、4ヶ月が経過しましたよ、本当。いやもうね、あんまり思いたくないんですけど、安倍元総理が亡くなってからというもののですね、 まあ僕らがずっとこう敵対してきた勢力の側がね、もうぐいぐいとね、押し返しに来ている、そんな印象をね、本当、拭いされないんですね、いまあ未だにえ死因の解明もなされていないというようなあの状況でありますけれども。はい まあ、楊下議員、えー、今日おお会えでございます。本当あのどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。はい、はい。えー、MC の長尾隆司え、選挙前前衆議議員、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あの月食とか見ました？はい、はい。あの見ました。あの、うん、まあずっとは見てられなかったですけど、はい、まあ。やっぱりあの動きが早いですよね。こう<ー>ずっとこう見てる間に、うん、あの。 やっぱりりド,ドラマチックにというかであのです天皇聖職はちっちゃくて分かりませんでしたああちっちゃくてね <laughs>、はいえー、結構ねあのまあたぶんあのニュースうー月食があの主に取り上げられるんじゃないかなと思っております、えー、そして今日ですねいよいよあの米国の中間選挙が始まりましたんですよ えー、これ、どうご覧になってます、吉田議員は、うん、共和党が上下両院とも勝つんじゃないですかねえ、なんか上院は拮抗してるっていうようなあの報道も、米メディアではあるようですけどもね、まあ、これはね、本当あの、下院はあの全部、 うー、回線の対象ということでえありますん。で、まあこれはおそらく今週末の文化人放送局のみならず、えあらゆるメディアの中心の話題になるんじゃないかなと思っております。はい。え、それではまあ1番2番はまあちょっと終わりましてですね。ちょっと3番久しぶりにちょっとこのニュースを。 取り上げて、えー、見ましょうかうんまたぞろ出てまいりましたよ安倍元首相不在で夫婦別姓じわり自民中枢にも容認論選択的夫婦別姓をめぐる議論に転換期が訪れている,かもいるのかもしれない安倍派の代表格として自民党内に目を光らせてきた 安倍晋三元首相の応酬を契機とするかのように賛成派がにわかに勢いづいているという産経の政界つれつれ草であります、ねまあ正直言ってねあの先ほどちょっと口にしましたようにね安倍元総理がご逝去になってからこういった問題も そうですね1年半ぐらい前にあ、もっと前か、2年半ぐらい前に、まあ、相当あの、男女共同参画の5カ年計画の書き換えと同時にね、自民党の内部でも大変な議論があったんですけど、こういう一連の流れと、あと選択的夫婦別姓の在り方について、ちょっとコメントいただけますかあの私は夫婦別姓というのは反対です。うんはい あのまあなんだろうな日常的にああのまあ、結婚する前の性を、えー、まあ男女ともにですね、えー、使うとかそういうことはもう今もう非常にもう、えーまあ、なんだろうな容認されてそういうことがこう社会でああのまあ、さ差し障りがないっていうかその、えー、よよまあ進められてきたので別性っていの別姓 っていう話はその戸籍上のというか、まあ、法律上のというか日常生活と関係のないところの議論というふうにもなってきているわけですよ。で、この、えーまあ、戸籍上の、えー、性を一つにするというのは、まあ、本当に日本の、まあ、良き、まあまあ、文化、えー、制度、伝統でありましてあの日本人の考え方あのにも非常に即している。で夫婦別姓ととということをやると 自動的に子どもはどちらかの親と別の姓になってしまうわけで、それはもう、なんていうのかな、子供はどもはどちらのものなんだみたいな議論にもなってしまうので、とにかく、マスオさんになろうが、あるいはお嫁さんが、旦那さんの名字を名乗ろうが、やっぱ家族が一つの姓であるべきだというふうに私は思いますんで、一生懸命ですね、自民党内ですら、 まあその別姓別姓というまあ人たちがあの議員の先生方がいらっしゃるというのがまあ僕には非常に気厳に感じられますねまあちょっと私からは理解できない考え方なのでありがとうございますまあ私も選択的夫婦別姓についてはもう一貫して反対慎重の立場を取ってきましたこれもう民主党時代からですねまあちなみに私がですね。 あのえー、正論をはじめとするまあオピニオン誌に初めて、えー、投稿したのも選択的夫婦別姓問題だったんです当時民主党の衆議院議員であった時なんですよね。でね民主党政権の時っていうのは民主党の中ではね結構議論あったんですけど自民党では全然なかったんですよ。それが、ね、ここ5、6年ぐらいの間に まあ自民党の危機管理のなさという言い方をちょっとあえて言わせていただくんですけれど部会とかね特命委員会に本来であれば自民党本部なんかに入ってきちゃいけない人間がねうようよ歩き始めてきたんですよ。で僕はまあセクトであるとか あるいは選択的夫婦別姓なんかのロビー活動ををやっってているる人たちの顔を知ってるわけですよねでもね自民党の議員って知らないんでである日突然、まあ、ある愛さんっていう方がね自民党の僕が出席しようとしている特別委員会に出席をしてるんで事務方に「何であいつあの入ってるんだ」ってあれ誰だか知ってるかって言ったら「いや」 あの特命委員長が連れてきた人ですというようなことで、まあ、許可を得たっていうんでまあ後でねあの人がどういう人間かって分かってんのかとまあその人たちだけじゃなくってまあ再生可能エネルギーであるとかねあるいはあ外国人地方参政権の問題であるとかなんかもうそういうことをすっごくあの志望してやっている活動家あ周辺の人たちが自民党の部会にね 公師で招かれてるっていう、そういう現象があってですね。まあ、あ一気になんかあのそういう人たちに洗脳されちゃったんじゃないかっていうまあ、それがあの僕の見立てなんですよね。やっぱり自民党が選択的夫婦別姓急に舵切ったっていうのはなんか最近だっていう。そういう印象。やっぱり吉田議員もお持ちじゃありませんか？以前はそんなイメージなかったでしょう。 そうですね、以前のほうがまあ明確に反対という、逆に、なんだろうな、うん、意思表示の必要もないぐらい、うんえそ、そんなのまだ議論することじゃないでしょうみたいな雰囲気だったと思うんですよね。うん、やっぱりまあメディアかなんかに迎合して、あのそういう人たちに忖度して。 まあ、なんだろうな。口をつぐんだり、まあ、お追従みたいなことを言ってるうちに、その気になっちゃったんですか。うん、そうですね。まあ、確かにね、あの労働組合がやっている労働問題なんかも、自民党があの働き方改革とか言って、ずいぶんやり始めて。 まあ本来自民党の路線を行っていけばいいとまあそういう考え方もあるけれどもちょっとウィングを広げようっていうでウィング広げすぎたらそのウィングの先に引っかかってるですねあの変なばい菌にこう感染しちゃったみたいなねそんなこう印象があってねまあちょっとこの話長くなるとあのいけないんで終わりますけど1個だけちょっと言わせていただくとあの安倍元総理とまあいろんなね あの法案を作るとか、えー、政府の内部からは言えないので、えー、外から行ってほしいとかああいうようなこうちょっと傍聴発信をね水面下でずいぶん動いてきましたよ。でねこの選択的夫婦別姓に関してはね一番安倍元総理がねもう一人一人に片っ端から電話入れてものすごい指示を出していたことの まあ最優先課題だったんですよね、こんななもの絶対作っちゃいけないけとこれがね、またまさか11月8日でつけ見え日のこの前後にね、またぞろこの問題が出てくるっていうのはね、本当なんかいろんなね、あのなんか因果なものをねあの感じてしまうんでね、本当ちょっとこれからもね、あの注視していきたいなと思ってます。 えちょっとぼやきが多くなってしまいましたけれどもまあもしかすると米国ががらりと体制が変わってくれれば日本にもいい影響があるんじゃないかなということで8番まあ冒頭ちょっと触れましたがトランプ氏が重大発表へということで産経ニュースのツイッターです。トランプ氏15日にに重大大発表次期大統領選に歳出は宣言か トランプ氏は演説で8日に、えー、党開票が行える中間選挙で共和党候補に、投票するように。呼びかけたということでありますけど。僕もちょっといくつか映像を見たんですけど、まあ、大半な盛り上がりだったですよね。いかがですか、吉田議員。いや、これ期待できますよね。うん、ねあの、記事に書いてますけど、アイオワでね。はい、あのまあ、えー、まあ、すに、まあ、リレー、リレーっていうか、あの、はい、キャンペーンが始まるアイオワで、うん、あの、再出馬が。 すごくすごくすごくあり得ると。<laughs> <laughs> そうね、はいす。すごく期待しますよね。まあちょっとこれはね、あの結果が出てからということで、ね。はい、えっとアンケート今882票を頂戴しております。現在2000人を超える方ご視聴いただいております。ありがとうございます。ますええー、できれば2000人のお皆さん。 ああ文化人ライブアンケートご時脱字がございますがご協力をいただければえありがたく思います。えっとスパッチャーをいただきました、えー、マサヤさんえ六百五十円です本当にどうもありがとうございます。いますはいえー、それではライブアンケートが終わりましたので、えー、結果発表させていただきたいと思います九百五十三秒頂戴しましたどうもありがとうございます。ありがとうございます。 安倍元首相が暗殺された今日でで4ヶ月ということで、まあ、この世紀の大事件に一切自民党もメディアも触れないこの理由は何なんだろうということで1、一番少ないのは現場にいた関係者に迷惑がかかる1%文化人は陰謀論者に振り回されている2%。 統一教会へ冤婚、えー、で山上単独犯、えー、確定3%、えー、背後に巨大な闇があり危険だから92%もうこの選択肢だったらもう一番でしょう <laughs> 謎が解明される、ね、ます、あ、ねしかしねうんまあちょっと他の番組でポロって言っちゃったんですけど先週ね、えー、ちょっと別件で警察の 人と話しする機会があ,あ,あ,ありましたね、えー、ずっとあの、まあ、連携してやってることなんですけどまあねあのうん立場上を聞くだけにして返事はいいからということであの別にあの担当外なんでね、えー、担当外なんで「いや納得いかないよと」と、えー、いうふうに言ったらねもうそれについてコメントいらないからって言って。 言ったらね承知してておりますって言っ言たよ <laughs> 多分警察の中でも部署が全然やっぱちち違うんでねまあだけど警察は警察なんであのワンパッケージなんだろうけど警察が本当に調べてないっていうことにおかしい疑問を持ってる警察の関係者もずいぶん多いんじゃないかなっていうそんな感じがあのしますわな。 ま,あまたあのこのツイッター探偵団でもねいろいろとあの取り上げていければなというふうに思っております。